よいしょ、よいしょ、どっこいしょ。は、荷物が重たいわ。手が痛いし、足も腰も痛いし、困ったわ。おばあさん、手伝いましょうかあら、いいのかいはい、なのだ。本当に助かるよ。最近の若者も捨てたものじゃないね。ありがとうね。どういたしましてなのだ。ちなみにおばあさん、 どこまで行く予定なのだ隣町の四丁目に友達がいてね、そこまで歩いて行くんだよ。結構遠いのだ。あの辺りは駅もバス停もないし。タクシーは使わないのだ。使いたいのは山々なんだけどね。ほら、近頃物価が色々と上がっているだろう。年金型よりの身としては、生活が厳しくてね。十分な貯金をしてこなかった。 自分が悪いんだけどね。そうなのだ。でも、おばあさんは悪くないのだ。物価高も年金問題も、政治の責任なのだ。本当に、自民党にはしっかりしてもらいたいのだ。僕たち若者もそうだけど、お年寄りも、みんなが生活に困っているのだ。大バカ者痛い、痛い、一体何をするのだ。この野郎、 この野郎、ボコボコ、ボコボコ。おばあさん、急にどうしたのだ殴らないで欲しいのだ。お前は誰のおかげで飯が食えているんだ誰のおかげで仕事があるんだよ全部自民党のおかげだろうが、岸田さんのおかげだろうが、何が政治の責任だバカ野郎。自分のことくらい自分でできるようになってから言いやがれ。そ、そんな、僕はただ。 うるせえ、このガキ。てめえなんかより岸田さんの方が、百倍は日本のために働いているんだよ。岸田さんに謝れ。謝れよ。